出です。こんにちは。シャインマスカット2年生内のご紹介です。こちらは昨年の8月に急遽植えたシャインマスカットで、今年が2年目になります。正直夏場の暑さにもやられ、芋虫にも葉っぱを食われ、全く期待していなかった苗でしたが、一つ花芽がついたというのは前回ご紹介したと思います。その後もね、ちょっと確認はしてたんですけど、やはり花芽は一つですね。まあついただけ上等なんですが、今年は隣の BKC ドレスのところまで枝を伸ばしたいということで、この2本を育てているんですけども、まあなんとか誘引できそうかなと思います。それでですね、前回、こちらの枝真上に伸ばしてたんですけども、これをね、横に流しました。まあこれも他の木と同様なんですけど、主幹の位置を下げる、そして、垣根仕立てのようにやってみるという試みを来年してみようと思って、そのためにこちらの枝を使おうと思ってます。ですのでね、誘引用に取っていたこちらの枝ですけども、まあちょっと光合成のために取っておきますが、ある程度伸びたら摘心して芽かきもして、上の部分とこちらの枝に養分を集中させたいと思ってます。この辺りからね、折り戻す形でこちらに持っていければ一番いいんですけどね。この人をなんとか、誘引できたらなぁと思ってます。結構ここの角度ですか、この角度をねつけた方がこちらの方が強くなって、こちらがやや弱くなるという形で管理がしやすくなるよーなんて話も聞いたので、ちょっとそれを試してみようかと。かなりこれを折り戻すのは大変そうなんですけどね、まあいけなくはないかと。そしてもうちょっとセンターにこれを近づけると、ちょっと一度にやると折れそうで怖かったんで、もうすでにここがバキッといったなぁと思ったら、外側の皮が取れちゃったんで、ちょっとね時間をかけて形を作っていきたいと思ってます。はい、それでは今日はこのくらいで。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。